バラバラバラエティこんばんは。始まりました、バラバラバラエティです。イエーイこの番組はオースがもっと楽しくなるフリーマガジンバラバラの編集部がお届けする番組です。バラバラとは、2ヶ月に1回発刊しておりますオース商店街密着型のフリーマガジンです。制作に携わるメンバーがほぼ業界未経験ながら、企画や取材、デザイン、ウェブ制作、さらに、動画制作や SNS など幅広く活動しています。私たちは毎回放送ごとに出演するメンバーが変わっていますので、まずは今日のメンバーを紹介します。のんです。イエーイ。バラミ先輩です。イエーイ。お願いします。お願いします。ですね、番組中にはコメントも募集してます。出た見えるよね。オアリアズリ FM さんの公式 X の方にリプライいただくと、リプライってもう言わない？さすがに言うか。リポスト？リポスト？あ、違う。違うわ。リツイート。リポスト？リポスト？リポストだ。リポストをしていただくと、放送中に、コメントをご紹介させていただきますので、気になることや聞いてみたいことがあったら、ぜひ送ってください。ID はこちらに、なってます。 OW@OWAZPANFM です。お願いします。待ってます。よいしょ。では本日もよろしくお願いします。はいこれ出てるのあれかな。ということで今日は真ん中に一席空いてると思うんですけど、わざとらしいこの空き方今日はゲストの方に来ていただいてます。早速ゲストをお呼びしたいと思います。そば島青函さんから、来ていただきました木原亮さんです。こちらにお願いします。はい、どうもよいしょこんばんは。こんばんは。ようこそ。ようこそ。ありがとうございます。初めてかな、ゲスト呼ぶのね。初めて、ね。そうですね。ちゃんとこの編集部以外のメンバーが出るのは初です。うんうんうん、はい。木原さんをちょっと簡単に私から紹介させていただくんですが、はい、お願いします。はい。木原亮さん、2022年の3月から2ヶ月間、このフリーマガジンバラバラを発行している株式会社ニューキャストにデザインを勉強するためにインターン生として来ていただきました。はい、でそこで、バラバラボリューム10オースチルタイム、こちらなんですけど、この号を、今出していただいたこちらですね、を制作いただいたメンバーの一人です。なので元編集部員ということですね。はい、はい、でそのバラバラのインターン終了後は、そば島青函株式会社さんというところですね、今日缶をここに置かせていただいてるんですけど、はい、持ってきました、はい、缶のメーカーさんって言えばいいですかね、はい、に就職されて現在は広報担当として働いていらっしゃるとのことです。はい、はい、ありがとうございます。で広報担当でありながら、缶のちょっとしたデザインだったり、はい、まあ、今いろんなことにチャレンジされてるっていうことで、はい、今日はそのあたりを詳しくインタビューというかお聞きできればいいかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではまずは以前からお伝えしている通り、私たちバラバラはデザイン業界未経験の、完全な未経験の人たちが集まって制作を行っているんですが、木原さんもデザインはもともと未経験ですよね。はい、全く未経験で、うん、以前は私地元が広島県で、うんうんうん、でそっちの方で建設会社の事務員をしておりました。うんうん、なので業務内容はもちろんデザインっていうものは全くなくって、一般的に皆さんが想像されるような
まあ、事務のお仕事っていうのをさせていただいておりました。はい、そこからどうしてデザインをやってみようって思ったんですか？そうですね、もともと私がすごくこうイラストを描いたりとかものづくりっていうことは好きで、本当に趣味の範疇でやってたんですけど、その広島でそういう事務のお仕事をしてた時に、こうもっとなんか自分が楽しんでこうできる仕事はないかなって探してた時に、こうクリエイティブな仕事って結構ハードルが高いんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、意外とデザインってファッションだけじゃないんだっていうのにいろいろ調べて行き着いて、こういうなんかこうグラフィックだったりとかそういうデザインっていうのをこうやってみたいなと思ったのがきっかけです。はい、それで、まあ、仕事を辞めて、はい、職業訓練校のデザインを学べるところに通ってたって感じですかね。はい、でそれでバラバラの、編集部の方に、はい、インターンで来てくださったと思うんですけど、なんでインターン先をバラバラを選んでくださったんですか？最初その実習先を選ぶ、こう選択の時があるじゃないですか。その時にやっぱりこう一から自分たちでこう何か作るっていう体験ができるのがやっぱりバラバラでのこう制作っていうのが一番魅力を感じたところで、でこうやっぱりその私たち未経験なので、普通に会社さんに入ってこう通常の業務っていうのにこう慣れる必要っていうのもあるんじゃないかなと思って、そこでちょっと悩んだんですけど、こうやっぱり一つ何か形のあるものがこう実習を通してできるっていう経験っていうのはすごく今後ためになるんじゃないかなと思って、バラバラさんでフリーマガジンを作りたいなと思って決断させていただきました。はい、なるほど。さっきもちょっとちらっと画像を出していただいたんですけど、はい、ちょうど木原さんが作っていただいたこの号が、はい、このオースチルタイム、はい、ボリューム10になるんですけど、これはどういうテーマで作りましたか？オースチルタイムはこうオースの癒しをテーマにした特集で作りました。でその時こう当時まだコロナ禍だったんですよ。なのでこう賑やかなオースっていうイメージが多分普通常だと強いかなと思うんですけど、その中にもこうゆったりとくつろげるような癒しっていうところをこうフォーカスして、私たちは作りたいよねって言って、はい、オースチルタイムっていう風なテーマで作らせて、すごい素敵なテーマ。ありがとうございます。この表紙もすごい私的には印象に残ってて、ありがとうございます。これイラストも全部メンバーの手書きで、はい、みんなで手分けして作って、バラバラのロゴも作らせてもらって、そう、可愛いよね、バラバラの猫ちゃんの、はい、尻尾が B になってて可愛い、なっていただきました。そう、この写真を何回も撮り直しに行ってるのめっちゃ記憶に残ってて、確か三輪神社さんのうさぎのなんか置物、そうなのかな、はい、うさぎみくじかな、うんうんうん、の置物かなをこう一緒の実習生のメンバーの手の上に乗せて、もう本当にいろんなところを歩き回って、そうどのロケーションが一番綺麗に撮れるか、その背景がいいかっていうのを、もう多分旗から見たら変な集団だったかなと思うんですけど、こうやって私がこうやってパシャパシャって撮って何テイクも、はい、撮って、背景はどこになったんですか？宮神社ですか？宮神社の境内のカランカランってやるところをこうバックにこういう風に撮って、ちょうどセンターにロゴ、キャッチコピーを入れたいなって思ったので、それが映えるようにっていうので、写真になったかなって。そう、キャッチコピーもめっちゃいいんですよ。はい、ありがとうございます。名刺を探しにいらっしゃいっていう超素敵な、ありがとうございます。そう、なんかこの号は4人全員で、女の子4人で、はい、もうみんななんか年齢も近くて雰囲気もすごく似てて、本当、はい、仲良くっていうか、そうですね、すごいチームワーク良くてそれがすごくこの冊子の雰囲気にも合ってて、いい一冊だなって今見ても思いますね。 ありがとうございます。私も似顔絵描いていただいて、木原さんイラストがすごい上手なんで、ありがとうございます。60ページのとこに、あ、こうイラスト
があるんですけど。懐かしい。そうこれ私です。へえ、本当だ。これ持ってる。使わせてもらってます今でも。あ、本当ですか。スラックスラックっていうなんかチャット、うんうん、チャットのあれのアイコンにして、はいはいはい、嬉しい、ありがとうございます。使っていただいて、もぐもぐ食べてる、そう顔食いしん坊、食いしん坊キャラっていうので、イラストが上手なんです。ありがとうございます、はい。じゃあせっかくなんで木原さんが作ったページも、あ、ありがとうございます。本当ですか。一部なんですけど用意させてもらって懐かしいです、ね、はい。これはオースモンスターオーズーさん、はい、あの爬虫類のお店ですよね、はい、そうですね、すごい上手。え、載せてる本人ですか。あ、手はあの一緒に取材に行った子の手で撮ったのが私で。撮ったんだ、はい、そう。カメラもなんかそう、あ、カメラも、はい、そうなんだ。全然めちゃくちゃ素人なんですけど撮りましたね。綺麗。あの文字も書いてたんですよね。そうなんですよ。え、あの真ん中の、あ、そうです、手書きの文字も書きました、すごい。文字も書けるしイラストも書ける、もう何でもできますね。ありがとうございます。懐かしい、ね、いい感じのページですね、うん、ありがとうございます、まあ、そんな感じであのバラバラは企画から取材そして制作まで全工程を、うん、多分初めてやったと思うんですけど。はい、初めてです。どうでした、やってみて。うん、想像以上にすごく楽しかったです、うんうん、で当時こう一緒に制作してくれた実習生の子たちとこう進めていった中でやっぱり自分だけでは出なかったアイデアっていうのも出たし、うんうん、それをこうみんなで形にしていくっていうのがすごく意味のあった経験だなと思ってて、うんうんうん、で特にあの私は広島から愛知に来た身なので、うん、そもそも愛知のこと全然知らなくって、でもちろん大須商店街っていうのもあの県外から来たっていうところで、そんなところがあるんだっていうレベルで全然知らなかったんですよ。なのでこう大須商店街っていうところを取材してこう人の温かさとか土地の活気っていうものに触れて、県内外の方にこうもっと魅力を感じてほしいなっていうふうに思って、その思いをこう自分たちの手で発信していけるっていう、うんうん、そのやりがいっていうのがあの体験を通してすごく楽しいなと思ったっていう感じでしたかね、うんうん、素晴らしいですね。ありがとうございますバラバラ の, そのインターンが終わってから就活をされた感じですよね、はいはい、どんな感じで就活はどういうところを受けてたんですか。そうですね、最初はあのもともとあのデザインをやりたいなと思って、うん、ウェブデザインの養成課っていうところに入ったので、結構ゴリゴリでデザインをできたらなっていう風にもともと思ってたので、うんうん、じゃあ結構デザイン会社をメインに探して。そうですね、最初はそういうつもりで探してたんですけど、うん、なんか結構そういうところっていうよりこのバラバラでの制作の体験を通してこうデザインばっかりに注視するっていうよりかはこうお店だったりとか何か魅力っていうのをこう発信していくっていうところもすごく魅力を感じたので、なんかそういうところもいいんじゃないかなと思ってあのその時は探し始めてたっていう感じですかね。なるほど。じゃあ途中からちょっと方向性を変えて。そうです、そうです、そうなんです。ちょっと広報的な、はい、ところもいいかなと思って探してた感じですかね、はい。このじゃあそば島青函さんはどういうふうに見つけたんですか。あのちょうどあの私がそういうふうに思って、うん、そういう候補とかデザインとかっていうふうな職種っていうのがないかなって探してた時に、うん、まあ、ちょうど本当にラッキーなんですけど、うん、候補デザインみたいなポジションっていうのを新しく作りますっていうので、うん、あの探してらっしゃって、うん、であの私もただ広報とかデザインっていうのをやりたいっていうよりこう企業さんの思いとか取り組みっていう製品とかに強く自分が共感できて、うん、でそれをあの一緒に発信していきたいなっていうふうに思ってたので、こうカンっていうプロダクトをこう作ってるんだよっていうところで、あ、なんかすごくいいかもと思って。なるほど。はい、今そば島青函さんのホームページを出していただいてるんですけど、そば島青函さんはどういう会社なんですか。缶のメーカーさんですね。そうです、はい、あの愛知県天郡大治町っていうところに工場がありまして、うん、
で、創業117年の老舗の缶メーカーでございます。歴史あるメーカーさんですね、はい、ありがとうございます。で、そば島製缶は一般缶っていう風な呼ばれるジャンルの缶を作っておりまして、まあ、おせんべいとかおかきだったりとか、最近だとクッキーとかお菓子を入れるような缶を、はい、作っております。ああいうなんていうんですか、ジュースの缶とかは違うんですか、ね、違うんですよ、はい、結構缶業界ってジャンルに分かれて、はい、分かれてまして、ドラム缶とか、うん、あ、そっか、それも一応缶の、はい、フィット缶とか、そうです、フィット缶とか、そういう工業用の缶だったりをずっと作ってる会社さんもありますし、あのさっきあのバラミ先輩がおっしゃったようなジュースを飲むような缶とか、あとはトマトとかツナが入るような食品の缶、はい、そっか、でいろんなジャンルに分かれてるんですけど、私たちは結構そのざっくりとした一般缶っていう名前で、あの前に置いてるようないわゆるカンカンってやつですよね。あ、そうです、そうです、クッキーとかお菓子が、はい、せんべいとか、おかあのクッキーとか海苔とか、うそういうのが入ってるような缶を作ってます。あと絶対家に1個ありますよ、ある、どんな家庭にもありがとうございます。カンカンはなんか入ってるよね、絶対、うん、絶対おばあちゃんとかね、絶対とか、めっちゃあるな、そういえばありがとうございます。なるほど、一般缶っていうんですね、はい、を作ってる会社、そうです、うん、はい、で、うん、そば島製缶ではあの宝物を託される人になろうっていうビジョンを掲げておりまして、缶をそういう風にただ物を入れるプロダクトっていう風に考えるんじゃなくって、缶は大切なものを入れるものだよねってみんなで考えてて、で働いてるあのスタッフもこう大切なお客様の商品だったりとか、こう誰かの大切な思いっていうのをこう思い出とかを預かる、で預かってそれを入れるための缶を作るっていうことが仕事だと考えてて、でそれに誇りを持って日々たくさんの缶を作ってます。へ、はい、かっこいい、ありがとうございます。かっこいい、ね、確かになんか缶って捨てないですもんね、うん、なんかタイムカプセルも缶使うイメージあるし、はい、そうですよね、大事っていうのはすごいわかります。なんかありがとうございます。お菓子とか袋とか紙の、ね、箱に入ってても捨てちゃうけど、うんうん、缶だったらまた入れるっていう、そう、何入れようかなって思いながら買う、そうですよね、わかる、そうそうそう、なんかそう、そうなんです、そういうところのこうなんか捨てられずに大事なものを入れていくよねっていう、こう缶だからこそこう実現できるような価値っていうのを私たちはもっと広めていけたらなと思っていまして、でそういう思いをこうデザインとか広報を通して私も一緒にみんなとこうやっていきたいなと思って応募させていただいたっていうのが強い、強かったですね当時。運命ですね、すごい、めちゃくちゃラッキーところがピンポイントに、ね、ありがとうございます、ね、なるほど。じゃあそのそば島製缶さんに入られて、はい、今広報担当やられてるってことなんですけど、はい、実際の業務はどういう感じなんですか？あ、そうですね、広報としてはあの会社のブログの更新だったりとか、あのインスタグラムの運営だったりとか、うん、っていうこともやったり、あと社内広報って言って、うん、なんか新聞を毎月、はい、あの発行したりしてて、やっぱりうち製造業なのでこう工場でこう製造ずっとやってるスタッフのみんなと、うん、あの事務所であの営業さんだったりとか、うん、私みたいにこう事務所でずっとこうデスクワークしてるような人だったり、こう結構あの日々毎日しっかりコミュニケーションを取る時間もあの少ない人たちもいるので、こう分け隔てなくみんながどんなことしてるのかなっていうのをこう毎月発信して、あ、この人こんなことしてるんだっていうのがあの分かるようにっていうようで、あの社内報を毎月発行したりとかっていうのがやっぱり広報のメインの仕事かなと思います。はい、で、はい、でデザイン業務もいろいろやってて、でパッケージデザインとか、カタログとかの制作とか、こう社内用あの社内の福利厚生の制度とかがあるんですけど、そのロゴ作ったりとか、そういう福利厚生制度を作るプロジェクトチームもあるんですよ。でそのプロジェクトチームのロゴを作ったりとかっていうのをやったり、あと全然そのデザインとか候補とは別に展示会とか催事に販売員として立たせてもらったりとか、なんか
結構広報とかデザインとか一括りにせずに、うんうん、こういろんなことをさせてもらっております。はい。他に何人かいるんですか、同じことやってる。いや、広報とデザインとしては一応私一人でやらせてもらってます。すごい。はい。そう、カタログとかもね作られてるっていうことで、はい、今日ね、はい、作ってきていただいたんですけど、はい、持ってきました。そう、これを一人ですごい本当にすごい。そう、これできたばっかりで、今年の7月から作り始めて、まあ、大体9月ぐらいにでできたかなっていうもので、写真も全部自分で撮ったんですよね、はい、写真も一からあの勉強させてもらってすごい本当にマジですごい作りました。でも結構みんなすごい協力してくれて、ここに写ってるお菓子とかも、うん、実際に作ってきてくれたんですよ、スタッフの人が。手作り？手作りで売ってるものじゃなくて、近くて、すごい、はい、お菓子とか、そうなんです、入れるためにってことですよね。これとかこの、このこれ、これとかも私が探してるんですよねって言ったら、その次の日朝から起きて作ったって言って、すごい終わってきてくれて、そう協力してくれたりとかして、そうやって撮影してるんだ、手作りで作って、はいはい、これも自分この表紙の写真は自分家で撮りました。自分家で撮りました。ピンクの背景、はい、ピンクの背景を通販で買って家の床に敷いて。すごい。そのお菓子とかも並べて撮ったんですか？お菓子はこれは素材を使って合成で置いてます。すごい技術もある。そういう家で撮ってできるんですよ、こんな。すごすぎる。ありがとうございます。そうですね、すごいですね。とか、はい、一人でやってます。あとこれも私が去年入って作ったんですけど、クリスマスのかわいいデザインの缶を、はい、新しく作りまして、せっかくこういうデザインやってる人が、入ってきたんだから、クリスマスのオリジナルデザイン作ろうよって言ってくれて、そうやって言ってもらえる会社っていうのがすごい、本当にありがたいことで、お任せ、ね、そうなんです、うん、よくこんな人に任せるなってか思うんですけど。実力を出していただいてるっていうか、本当にありがたいことにこういう風にお任せしていただいて、いい会社ですね、はい、今のカタログの中にもこれの缶の写真ありましたよね。ありました、ありました。これもバッチリ、すっごいかっこいいですよね。バッチリ撮りました。すっごいかっこいいですよね、マジで。すごい、自分で作ったやつをさらに自分で自分で撮影してカタログにして、すごすぎる。そうです、自給自足みたいな。すごいこんな業務をねやられてるっていうことなんですけど、やっててなんか大変なことだったり、うん、逆に楽しいことを教えていただきたいなって思うんですけど。そうですね、大変なことも楽しいこともどっちも自由なことだと思ってて、うん、やっぱ社内でこうデザインをする人ってっていうポジションって私しかいないので、うん、こうデザインの制作に関してはこう基本一人で進めていくことになるんですけど、うん、まあ、デザインってこう正解のないものなので、うん、やっぱりこう手探りで進めていかなきゃいけないなっていう時はやっぱ迷ったりとか悩んだり壁にぶち当たったりすることもあるんですけど、うん、こうでもそれが自分はこうしたいとか、うん、こういうことやってみたいんだよねって思ったら、それは自由に挑戦してもいいっていう会社の風土なので、まあ、そこをこう責任が伴ってくるけど、どんどん自分で仕事をこう切り開いていくっていうところは楽しさでもあり、まあ、大変さでもあるかなと思ってて、はい、でも製造のスタッフの人とか営業スタッフのみんな、みんな柔軟性があって、私のようなこう新しい人、製造とあまり関係のないようなポジションの人もこう受け入れて協力してくれるので、そこはすごく助かってて、毎日楽しく仕事ができてます。確かに自由なことって本当大変だし、 で、ね、でもそれが一番楽しい、うん、ちょっとバラバラのあり方と似てますね。あ、そうですね、本当にそう思います。自由にやっていいよって言われると困るやつ。でもやりたいからやるけど、何やってるか分かんないしめっちゃ大変だしみたいな。
素晴らしいですね。すごい、ありがとうございます。バラバラをの制作に携わって実際生きてますか、バラバラの体験が。いや、めちゃくちゃ生きてると思います、すごい。どんなところが、本当にさっき言ったことじゃないですけど、はい、もう自由にこうやらなきゃ、やってもいいしやらなきゃいけないっていうところって、うんうん、本当ここで鍛えてもらったなって思ってて、うん、こう今の仕事にやっぱつけたのもそういう経験がとっても影響してるなと思いますし、うん、こう自分たちの力でこう一つものを作っていく、成し遂げていくっていうのは、こう未経験の人ってなかなか経験できない貴重な体験だなと思うので、うんうん、そこを培ってこれてよかったなと思ってて、うん、でそれをまずこう楽しみながら制作できる環境っていうのが整ってるなと思ってて、それが一番良かったなって思います、うんうん、バラバラがデザインをするだけのものだったらそういう風に思えてないかもしれない、ね、うん、そうですよね。企画とか取材とかも全部その SNS の発信とかも全部やるから、そういう風に思えて、確かにか、そう、そう思います。ありがたいです、はい、嬉しいです、うん、ありがとうございました。こちらこそ。さあ、そんな未経験から、はい、まあ、こんな素晴らしいカタログだったりね、缶のデザインをされている、ありがとうございます、木原さんですが、はい、同じように未経験だけどデザインをこうやってみたいって思ってる人だったり、うん、今後制作業界とかで働いてみたいなって思ってる人に向けて何かアドバイスだったり言いたいことはありますか？そうですね、私もデザインっていう道を選択するのにかなり時間かかったなと思ってて、うん、あの美術系の学校も出てないし、うん、デザインのことも全然学んでこなかったんでので、なかなかそういう業界に今から飛び込むぞって思うっていうのはすごく勇気のいることだと思いますし、大変なことだなって思うんですけど、まあ、私まだまだ未熟で、まあ、人様にそんなアドバイスできる立場ではないですが、こう私の経験談としてそういうふうなことをお話しできるのは、やっぱりポジティブに何でも楽しんで挑戦することかなって思って、で今回お話しさせていただいたところは、私がこう運よくこういういろんなことをやらせてもらえる会社さんにこう就職できて、あのいろんなことをさせてもらってますっていう話だったんですけど、やっぱ就活中は本当にあのたくさんデザイン業界の会社さんにお断りをされてあの来ましたし、でもそこで自分はどんなことをしたいんだったっけっていうふうに一度こう立ち返って、こうしっかりもう一回考えなきゃなと思った時に、この広報とかデザインっていう今の道にたどり着くことができたので、こうデザインってこう一括りに言ってもこう本当にいろんな仕事があると思うので、こう自分から心から楽しんで打ち込めることであれば、こうきっとこう輝ける場所っていうのがどっかにあるかなと思うので、でもそれってこうポジティブに諦めずに、なんかとりあえずやってみないとそういうチャンスって訪れないのかなって思うので、こうそれが大事だなって私も日々感じてるので、ポジティブになんかとりあえず挑戦してみるっていうのは皆さんにぜひお役に立てていただけたらなと思います。とりあえずやってみるって大事ですよね、はい、大事、やらないと始まらないと。そうなんですよね、本当にそうですよね。ちなみに、はい、もう会社のことでもいい、お仕事のことでもいいし、はい、何か個人的なことでもいいんですけど、はい、なんかこれからやってみたいと思ってることだったり、チャレンジしてみたいこと、うんうん、なんかありますか？そうですね、これからやってみたいなと思ってることは、あのまさに今準備中なんですけど、こう新しくお客様にあの提案できるような、うんうん、こうデザインのこうサービスみたいなものを展開できればなと思ってて、うん、今勉強中でして、うん、でこう今までこう社内でのデザインっていうのが結構中心に、うん、業務としてあったんですけど、こう自分のスキルも高めていって、どんどんこう打ちって世界にキャンオとか宝物を託される人になろうっていうのをこう目標に頑張ってる会社なので、もっと外にこう私のこのデザインとかの力でちょっとでもみんなに幸せになってもらえたらなと思って、うん、でまだまだちょっと準備中でお披露目、まあ、ちょっとかかるかもしれないんですけど、そういうデザインで何かお客さんとか
の手助けをできるようなことがなんかできたらなと思って準備しております。すごい。この木原さんの素晴らしいデザインとイラストが関東ともに世界に羽ばたいていってほしいですね。いや、ありがとうございます。キャンですね。キャンです。キャンです。キャンって CAN って書くんですよ。知ってました直で聞いてるホームページ、蕎麦島製菓さんのホームページにも書いてあったんですけど、そのカンがキャン、あ、これです、これです。世界にキャンを CAN、ね、はい、キャンとキャンをかけて、ね、かけてかけております。キャンとキャンって言ったらもうできる、できる、カンのキャンとできるキャン、かっこいいキャッチフレーズ、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、いろいろ聞かせていただいて。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。最後に何か、はい、会社の宣伝だったり、はい、何か告知イベントとかがあれば、はい、ありがとうございます。この機会に、はい、蕎麦島製菓はあの愛知県の片隅にある観光場なんですが、あのやっぱり普段皆さんと直接的に関わる機会っていうのが少ないんですけど、まあ、老舗の缶メーカーとしてこう私たちが少しでも世の中をこう良くしていけたらなっていう思いで、宝物を託される人になろうと、職人たちが毎日たくさんの缶を作っております。で、最近ではあの缶にこう大切なものをこう入れるっていう時間が、こう自分とか大切な誰か人だったりとか物と向き合えるようなこう物作り、製品作りに挑戦しております。で、こっちの、すいません、よいしょ、こっちにあるこの、はい、黄色いこの可愛い缶なんですけど、こうか、これもあの親子の絆を深める缶ソットっていう、はい、名前で、あの昨年自社のオリジナルで、はい、作った缶になっておりまして、で、この缶はあのバラバラさんの次号の、はい、あのプレゼント企画にも採用していただいておりますので。そうなんですよ、はい、ぜひ画像を出していただけますか。はい、こちらですね、あのバラバラカメラ部って言って過去にも何回かやったことがあるんですけど、うん、SNS X と Instagram で、ハッシュタグバラバラカメラ部をつけて写真を投稿していただくと、バラバラのこの紙面に、まあ、お写真が載せさせていただくっていう企画なんですけど、今回テーマがあなたの大事にしているものっていうテーマで募集をしておりまして、大事にしているものの写真を撮ってハッシュタグをつけて投稿していただくと、こちらの先ほどのこれですね、ソットっていう缶、はい、子どもの思い出を入れる缶を、抽選で1名様にプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。色が本当は3色あるんですけど、せっかくなのでバラバラカラーでもあるイエローにしようかなと思ってます。ありがとうございます。皆さん応募お待ちしております。お待ちしております。すごい、本当に缶、ね、缶そう、思ったより大きくてびっくりした。そう、びっくりした。そうなんです、結構大きいサイズで、ね、そう、いろいろ入りますね。はい、これがもともとお子さんが生まれた時のこうへそのだったりとか、うん、あの初めて履いたファーストシューズだったりとかをこう入れて大切に取っておけるようなものなので、結構底も深くて、うんうんうん、あの大きさもあるようなもので、うん、でそういうものってこうなんか押し入れの奥とかにしまっておきがちなものかなと思うんですけど、それをこういう可愛いデザインの缶にこう大事にしまって、飾っていつでも見られるようなところに置いておくと、やっぱりお子さんもそういうあの親御さんが入れる姿を見てこう自分への愛情を再認識したりとか、あのそういうきっかけに少しでもなればいいなと思ってこの缶を作っておりますので、皆さんあの宝物を収納するのにお使いください。ぜひゲットできるチャンスなので、はい、お待ちしております。お願いします、はい、なんかデザインもめっちゃ来られていて、うん、はい、なんかフィンランドでしたっけ。そうです、フィンランドのデザイナーの方にお願いしておりまして、あのフィンランドっていうのがあの自然とあの家族愛だったりをすごく大切にするあの文化だそうで、であのうちの代表の奥様がフィンランド人の方、はい、そうなんだ、なので、はい、で
そういうあのフィンランドのその文化っていうのを肌身で感じて、でぜひこういう思い出の缶を、子供の思い出を入れる缶を作るってなった時に、そのデザインを、フィンランドデザインを取り入れたいということで、こんな感じで可愛い、はい、すごい素敵、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に素敵なプレゼントをご提供いただきました。ありがとうございます。はい、ということで、木原さんにいろいろお伺いしてきましたけども、はいはい、ありがとうございました。初めてやったのでラジオ、緊張しました。めちゃくちゃ緊張、ずっと控え室でも緊張する緊張するってずっと言って、あの二人を困らせてしまったんですけど、いえいえ、こちらが脳天気すぎて私たちが困らせてたんですよね。ずっとゲームの話をしてもう始まっちゃうよと思って、どうすんのどうすんのゲームの話して、でも全然そんな緊張してるように見えなかった。めちゃくちゃ緊張してしまう、お聞きづらいところもあったかもしれないです。皆さん聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。次のコーナーに行くんですけど、はい、ぜひあの最後までキャラさんにお付き合いいただきたいと思います。はいはい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、じゃあ次のコーナーお願いします。はい、続いてはバラバラ編集部がオアスのおすすめ教えちゃいますです。イエーイ。はい、ということでですね、前2ヶ月ぐらい前にもこんな感じのコーナーをやりましたよね、の、秋冬版です。おすすめの寒い季節にぴったりのお店をご紹介します。ということで最初にご紹介するのはサリカカさんです。画像お願いします。お、見覚えありますか？どこですかこれ。どこだろう。ちょっと最近来てないんだよ、怒られちゃう。そうですよね、大須公園のなんていうんですかね、あの四角い公園の辺の向かいにあるっていうんですかね、なんて表現、なんて表現したらいいか分かんないですけど、思い出したかもしれない、公園の思い出したかもしれないです。なんかわかります。わかりますか。わかりますか。よかったよかった。なんか見たことある。メインの通りじゃないんで。あ、そう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 。ちょっと人が少ないところですよね。そうですね。そうそうそう。あ、覚えてる覚えてる。にあるお店なんですけど、はいはいはい、台湾屋台サリカカさんって言って本格台湾料理がいただけるお店です。結構有名なのかな。大須界隈では結構有名なので知ってる方も多いんじゃないかなと思います。次の写真お願いします。メニューかな。そう、メニューですね。平日ランチメニュー、平日限定ランチメニューがこちらみたいな感じで書いてあって、なんか麺類の単品にプラス300円で割としっかりめのお肉がつくっていうランチをやっているところなんですが、そんな中で紹介するのがこのそうジーパイ定食ですね。私が食べました。バラミ先輩が食べました。そう、こう書いてあるんですけど、こうめちゃくちゃなんて品数が多いんですよね、すごく。でこの値段で、そう、安い、そう、すごいですよね。あ、次の写真お願いします。こちらですね、ジーパイっていうのがあのチキンなんですよね。そう、なんかお肉を薄く叩いて伸ばしたやつを揚げてる、だからすごい食べやすいお肉、うん、チキンですね。チキンですね。ご飯の上に目玉焼きが乗ってますか？目玉焼きだったかな。目玉じゃないね、見えてないもんね。違うわ。でも 卵ですよね。確か。私隣で違うものを食べてたんですけど、でっかい卵が乗ってるって思った覚えが。そう、卵焼きとあとなんかルーロー飯のルーローの部分とあとは多分右側のちょっと赤い唐辛子が乗ってるやつ、台湾ラーメンとかの上に乗ってるミンチかな、結構辛かった。あれが辛い辛いって言ってましたよね。そう、辛かったけど美味しかった。そう、いろいろ乗っていろんな味を楽しみながら食べれましたね。デザートもついて、そうで、タレがついてるんだけど、なんか甘辛い感じのタレで、どこにつけていいのかが分かんなくて、これかなこれかな言うて、肉をつけたりご飯つけたり、そう、どこにつけていいか、でも全部に合う、美味しいって感じ、美味しかった。あとごま団子もめっちゃ美味しかったです。はい、ということでサリカカさんでした。おすすめの、あ、これもあった、
卵のドアップ。やっぱ目玉焼きなのかな。目玉焼きっぽいですよね。かな。イメージ目玉焼きって感じなんじゃないですかね。目玉焼きだったかもしれないです。ちょっと覚えが。美味しかった。ね。のんちゃん、ま、違うやつ食べてたよね。私違うやつ食べてましたね。何食べてたっけ。ルーロー麺。ルーロー麺。そんな名前だったかな。でもなんかルーロー飯の上のてらのルーローの部分が麺に乗ってるやつにプラス300円で台湾唐揚げかなんかをつけたのかな。あ、すっごいしっかりがっつりボリュームでしたね。ボリューミーで大満足でした。大満足でした。おすすめです。おすすめです。では次の写真お願いします。はい、続きましてディンティさんです。ディンティさんはですね、ティーっていう名もついておりまして、まあ、タピオカ屋さんなんですけど、メニュー見ると10円パンが売ってたり、あとベトナム料理も、うん、でフォーとか書いてあったから提供してるお店なんですが、私たちはその中でも、タピオカドリンクをご紹介します。年中飲んでるけど年中飲んでるけど、この冬におすすめするのはホットタピオカドリンクです。次の写真お願いします。はい、中身は見えませんが、これはホットのドリンクが入っております。何の味なのか覚えてない。え、抹茶ミルクじゃなかったでしたっけ。そうかもしれない。で、私がチョコレートを頼んで、冬だからとか言ってそんなノリで頼んだんですけど、本格的な味がしてびっくりしたみたいな。そうだったね。そう、抹茶もなんかちゃんと結構しっかり抹茶の苦めの味だった気がする。そう、チョコレートもカカオが強めのしっかりチョコで、うんうん、でホットだからタピオカがぽやぽやなんですよ、うんうん、そう、そう、ちょっと溶けてるっていうか、そう、あ、柔らかいっていうんですかね、うん、ふわ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  でしかも結構ずっとあったかい状態なので、うん、なんか 冬の食べ歩きにぴったりなお供です。うん、お供ですです。個人的に超おすすめの。今日もタピオカ飲んでそう、今日もタピオカ飲んでこちらはアジア坊さんの以前紹介しましたね。アジア坊さんもホットのタピオカがあったので今日買ってきました。飲んでます。推しです。もうホットじゃない。そう、もうホットじゃないけど買った時はホットでした。そう、でも全部メニュー全部ホットになるらしくて、うん、私はマンゴーマンゴーミルク、マンゴーミルクもホットになるんだと思って美味しかった。私は普通にウーロンミルクティーみたいなやつを、うん、定番美味しいやつです。では次の写真お願いします。はい、続きましてイテウォンキッチンさんです。イテウォンキッチンさんは万象寺の近くにある屋台風のお店が並んでるところの韓国料理屋さんなんですけど、イートインも、テイクアウトも両方あるお店 で今回はテイクアウトメニューからいただきました。次の写真お願いします。はい、左が海鮮チヂミで右がソトクソトクです。ソトクソトクです。ソがソーセージのソですね。でトクが、韓国語でお餅って意味のトックのトクで、ソトクソトクこう交互にね刺さってる串になってるので特ソトクソトクソトクです。これ甘辛の味でしたよね。確か甘辛なんかケチャップをちょっと辛ピリ辛にした感じで、多分両方揚げられてるのかな。あ、カリカリって言ってましたね。カリして美味しかった。美味しそうだなと思って。辛いのが苦手な人用のハニーマスタード味も売ってました。チヂミもいろんな味が確か売ってたりとか、他にもテイクアウトメニューがいくつかあったので、まあ、イートインでもテイクアウトでも両方冬場に楽しめるお店なんじゃないかなと思います。確かに、ね、イテウォンクラスが好きな人は大好きだと思います。そういう概念なんですか。イテウォンクラス見ましたか。見てないです。見てないか。イテウォンクラス好きなんですけど、本当にああいうお店なんですよ。そうなんだ。ボンカーみたいなとかネオンのライトがある感じで、多分イテウォンはああいうお店が多いんじゃないかな。あー、なるほど。なんで韓国ドラマ好きな人はぜひ行ってみてください。ぜひ行ってみてください。辛いからね、本当にこの時期にね、ぴったりです。あったかくなるからランチもやってるらしいんでぜひ行ってください。ということで、はい、なんだっけコーナー名。そうだ、もう一個写真あるよ。あれ、もう一個写真、あ、そうだ。全然食べ物じゃない
招き猫の横に大きいツリーがあったっていう写真なんですけど、大須もねクリスマス仕様になってましたよっていうね。そんだけなんですよ。別にここから話は広がらないんですけど。クリスマスもぜひ大須に遊びに来てください。遊びに来てください。ツリーが見られます。というわけでこのコーナーは終わります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後に、お知らせと告知のコーナーをさせていただきます。イエーイ。じゃあまず最初の画像お願いします。はい、こちらですね、バラトク、今回の、今の最新号ですね、ボリューム18ですねに載せさせていただいている、12店舗分のクーポンになります。こちらはバラバラの公式 LINE でご使用いただけるクーポンでして、ここに載ってる内容で、バラバラの公式 LINE の方で使っていただくという感じになります。で、公式 LINE の方が、次の画像お願いします。はい、こちらからご登録いただけます。で、バラバラの公式 LINE ではクーポン以外にも今週のおすすめという形で大須のおすすめのお店を紹介させていただいたり、最新号の PDF バージョンも LINE からチェックできたりと、とても便利に使っていただけるのでぜひご登録お願いします。はい、じゃあ次の画像お願いします。なんか小さい。ありがとうございます。はい、こちらですね、こちらの QR コードを読み込んでいただくと、バラバラの、各種公式 SNS の公式アカウントが、表示されます。先ほどお伝えした LINE もここからも登録できますし、その他 X や Instagram、TikTok、 そして YouTube もここから登録いただけますので、ぜひ今のうちに読み込んでください。この ID からも登録できるので、こちらからもお願いします。はい、X や Instagram ではバラバラの最新号の情報はもちろん、大須のグルメ情報だったり新店舗情報などを発信したりしています。 YouTube や TikTok ではこちらも大須のお店紹介だったり食べ歩き動画や、あとは編集部員によるゲーム実況や、編集長おーちゃんの日常などを投稿しています。とっても役に立つ情報から役に立たない情報までさまざまな動画を投稿してますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はいはい、もしこのお店を動画で紹介してほしいとか、投稿してほしいとか、こんな企画やってほしいっていうのがあれば、ぜひ DM かコメントでお待ちしております。ます。じゃあ続いてのお知らせです。こちらは毎度おなじみのお知らせになりましたが、フリーマガジンバラバラの制作を体験できるスクール、バラバラアカデミーの参加募集のお知らせです。まずはスクールの内容を簡単にまとめた動画がありますので、そちらの動画をご覧ください。バラアカフリーペーパー制作体験に興味のある方大募集。バラアカで未経験を経験に変えよう。企画から編集まで全ての工程をお任せしちゃいます。経験豊富なプロのアドバイザーがしっかりサポート。毎号2500部発行のフリーペーパーにあなたの名前を載せませんか？詳しくはこちらから。バババラ。はい、ありがとうございます。はい、こちらはですね、約1ヶ月半の期間で、企画や取材、そして制作までフリーペーパー制作すべての工程を体験できるカリキュラムになっております。実習自体は週1回の週末開催を予定しておりますので、学生さんや社会人の方でもお気軽にご参加ください。デザイン業界で働いてみたいけど経験のない方や、自分のアイデア、デザイン力を試してみたいと思っている方、未経験の方でも安心してください。編集部出身の編集者出身のスタッフや、フリーペーパー制作経験者のスタッフが完成まで全力でサポートします。実際に作成したフリーペーパーは自分の 作品としても就職活動などで活かしていただくことができます。はい、気になる方はぜひチェックしてみてください。お願いします。
ということで、あっという間に終了の時間が近づいてきましたが、今回はバラバラ編集部出身の、現在そば島生産さんにて、はい、広報を担当されている月原亮さんに来ていただきました。はい、はい、いかがでしたか。いやあっという間ですね。めちゃくちゃ緊張したんですけど、なんとか終われてよかったです。そう、たくさんあのそば島で生還さんの魅力をお伝えいただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。こちらのパンをゲットできる、バラバラカメラ部もぜひお待ちしております。はい、お願いします。次回は来月12月22日金曜日夜8時からの放送になりますので、次回もぜひご覧ください。それではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。